にちは。いらっしゃい。待って、どうすればいいのこれ。すごい卓球場です。これお家の中になるんですか？一応そうですね、家の一角になってますね。すげえ、エアコンもついてるしね。え、ここはビクタ…あれですか、もしかして。あれ三栄じゃないですか、ライガー。でも壁紙はビクタさんですね。そうですね。これティバーにしてくれないんですか？え、全然全然、絶対嘘。なんか、おければ全然。マジいいんすか？全然、もうギッチーギッチーギッチなんか好きなようにやっていいらしいですよ。あ、もう何でも貼ってください。え、なんか卓球場とかでじゃあ何ビクタスとかと契約してるわけではないんだ。あ、もう、ね、シンプルにじゃあこれ飾らせてもらってる感じなんだ。じゃあもうそうですね。へえ、すげえ。これね、卓球場今ここにもチラシがね貼ってあるんですけど、皆さんよかったらぜひね見てみてください。誰かっていうところでね、ちょっと皆さんにお伝えしなきゃいけないなっていうところがあったんですけども、栃木のレジェンドです。はい、ゴルフがめっちゃうまいです。なんか栃木で急にらしいですよ。なんか卓球やってるんですか？まあゴルフはもう飽きたんで本業の方に本業の方に行こうかな。あー、なるほどなるほど。僕も実は同い年で、大正大学試合もしたことがあって、全日学って呼ばれる大会のその予選ですね、決定戦で試合をして、まあ、サーブ合戦をやった結果1-3で僕が敗北して、本当に恨みがこもった対戦相手でございます。栃木でもうずっと生まれた栃木ですか？そうですね。いつから卓球やってるんですか？卓球は中1です。中 1?、まあ、中1の頃はもう学校でランニングで滑るように。マジでセンスもあるんですか、もしかして？あ、ちょっと。え、中1? そう、こういうキャラです。こういうキャラです。はい、で、その中学からスタートして中学に実績どうだったの？わ、県で3位まで。え、強っ。すごいね。え、中1からスタートでプロチームとかそういう？いや、もう何も入ってないです。はぁ、ただ、ワンハオだけを見て、ただ、自己流にやって。マジですか？何も誰も教わらず来ました。あ、負けるんじゃん。で、高校は？僕は作新学院です。実績の方は？関東は、県は県大会優勝。もう今なんか一気に今関東って言い始めましたね。そうですね、県大会は県大会やっぱ当たり前ですよね、優勝。関東は団体準優勝でシングルが3位。え、優勝誰ですか？うわ、インハイですよ。あ、インハイも？インハイは、まあ栃木県が優勝して、インハイで、2回戦が1回戦が相田くんです。今 T リーガー、そう、マジで。セットボール5本で勝って、で、なんか今あっても俺藤田に負けてっからなって。全日本とかは？全日本は、まあ栃木県さん優勝して、その栃木県さんそのさ、低い栃木県優勝が優勝して栃木優勝、当たり前なんだよそれで、全日本は？全日本は最高は4回戦かな。4回戦で何個になった？エリートアカデミーの村松セットオール8番。セットオール8で負けて終わった。4回戦。聞けば聞くほどエグくなってるってどう思う？で、卓球からですね、まあ、社会人になって一応離れて一回ゴルフに熱中したらしいんですけども、4年くらい、そうですね、相手は入ってますね。卓球は相手復活して、卓球のコーチもなんかやり始める。そうで、まあ、ここもそれでなんか卓球場にしちゃったと。そうですね。URL とか教えてもらうんですか？あ、全部あります、ね。お、じゃあ概要欄の方に貼っておきますんで、皆さんよかったらね、チェックしてみてください。お願いします。はい。で、僕とはですね、試合をやっぱりね、やっていただきたいなと思いますんで、あの時のね、恨みを。4年ぶり、5年ぶりとかで、ね、復活したのにもかかわらず、栃木県も2位になってるんですよ。で、今年の全日本社会人シングル出るみたいで、そんなブランク上げて、でも今回栃木準優勝だったんですね。準優勝ですね。その藤田選手と今日はちょっと練習して試合の方をやっていきたいと思いますので、皆さんよかったら最後まで見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
願いします。はい、伊藤さん、いや全日約の試合思い出してる。うん、足りる高さ、足りるここの広瀬さん、俺らの全ての試合をちゃんと見せるんだったらさ、ちょっと足んないよ。足らない。いや、できるよ。ここでも最高のパフォーマンスができるできるけど、俺らの試合についてこれないよね、この広さ。確かに、限界があるね。うん、これもう、一回場所変えるか。変えるか。ね、よし、じゃあ、せーの、はいっす。はい、来ました、体育館です。この広さで、もう存分にお互い全ての力を出して試合できるかなと思いますので、これでじゃあ試合の方、お願いします。よろしくお願いします。最初はグー、じゃんけん、はい、さあ、お願いします。じゃあ、その久しぶり、よし、さえぐい。
マジ取れない。
の画面を見てない顔やめてもらっていい？それ。いや、集中。はい。皆さん気軽に無料で使えるみんなの思い出 .com TT 埼玉さん、松島選手所属の田坂卓球会館さん、そしてあの卓球王国でも使用されている写真代行販売サービスです。気になった方はぜひみんなの思い出で検索、もしくは自分へのご連絡お待ちしております。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価していただけるとゆうじくんがすごく喜びます。Twitter やインスタもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。